どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはステンカラーコートでございます。はい、裏地チラッとバーバリーですね。だいぶ製造から年数が経過しておりまして、何年単位じゃなくて何十年、単位なんじゃないかなというふうに思います。自分のお父さんやお母さんが若い時に、購入してきていたもの、そしてずっと収納していたものをですね、子供さんが受け継ぐと、どうですかね。親が着ているお洋服を自分も着たいって思ったことってありますでしょうか。まあ、サイズの問題とかあってね、着れる着れないというふうなことはあるかと思うんですが、そのサイズが OK だとしてもですね、多少古くて傷んでたとしてもですね、それでも着たいって思うものってなかなかないんじゃないかなというふうに思いますね。製造から年数が経過している、まあたくさん着ているなりの使用感としてですね、小さい傷穴が開いています。擦れが多い部分、常に摩擦が生じてしまう部分、素材的には綿素材すごく強い素材なんですが、やっぱり生地がね、どん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 擦れによって、痩せてきまして、どんどん薄くなってきて、そして、傷穴が開いてしまうと、ここが一番ひどいところ、袖ですね。もう下地が完全に露出してしまっていて、傷穴じゃなくてね、もうなんつったらいいのかな、ハサミとかいらない切り取り線みたいになっている状態かと思います。もう今にも引っ張ったらこう切れてしまいそうなね、感じにはなっておりますが、まだ切れてはいないです。でももう下地がね完全に露出しちゃっている状態、襟と袖と裾にですね、そういったダメージが見受けられます。で、襟に関してはですね、傷穴よりもやっぱ目立つのはシミです。黄ばみがですね全体についているんですが、よーく見るとその汚れの首輪がついている黄ばんでるところにですね、小さい傷穴が開いております。大きさ的にはですね、小さいですよ。こうやって大きく写してるとあれですけど、綿棒の先ぐらいの大きさなんじゃないかなというふうに思います。もっと小さいところはね、本当に爪楊枝の先ぐらいの大きさのところもありましたね。シミはですね、この裾の部分についている不自然な黄ばみの輪じみでございます。大きく輪じみがね、こんな風にこう出ています。目で見てわかる、パッと見わかる違和感というか、シミ気になるであろうなという風な、シミ汚れに関してはこの裾が一番目立ちますね。そして、襟の黄ばみと、そして袖、袖もですね、同じようによーく見ると裾ほどは目立たないですが、こうやって色の段差、黄ばみ、輪じみ的なものがですね、やっぱりありますね。原因はその着用に伴うものじゃなくて、何かこう別のものがついてしまって、それが時間の経過とともに酸化してしまったのかなというふうに、見受けられるんですが、もう今となってはいつ何がついたのかなんていうふうなことは分かんないですしね、過去にどんなメンテナンスをしていたのかなんていうふうなこともですね、もうもしかしたら分かんないのかもしれないです。洗濯表示と素材はこちらでございまして、素材は綿 100%、 洗濯表示ドライクリーニングオンリーと書いてあって、水洗いに×印がついております。いわゆる綿 100% のステンカラーコートでございますね。生地のその状態は、傷穴は当然あるんですが、もう全体的にはですね、そんなにもう着られないほどでは決してないですし、意識してみるとね、いろんなところにいろんな汚れがついてるんですよ。ちっちゃい黒い今汚れであったり、あとポケット周りもね、やっぱりちょっと、手が触れる回数が多い部分っていうのはちょっと汚れてますし、あとはね、この脇の下も意識してみると、こんな風に輪じみみたいなね、黄色いラインが意識してみると見えるしね。襟のボタンの当たりの部分のちょっと白っぽくなってるところとか、パッカリングなんかは、これは自然な感じのエイジングで決して不自然なことじゃないので、とにかくその汚れ、黄ばみ、シミ、を取って、あとは生地の張り感をね、ちょっと復元させて、もっとパリッとさせたいと思います。はい、仕上がりこちらでございます。
もうね、本当にたくさんのご依頼をいただいておりまして、ありがたくて本当に嬉しくて、いるんですけど、本当に四六時中このバーバリーのヴィンテージというか古いバーバリーのメンテナンスをさせていただいておりますので、本当に得意中の得意でございます。まあ、いろんな経験をしてますし、いろんなやり方をして知ってますし、きっとこうなればこうなるだろうというような予測を、まあ、大正解であればいいんですが、あれちょっと違うかなって思ったらですね、すぐさま修正も可能ですし、まあ、どんな方法でねやるにしても結果は必ずシミをゼロにするというようなことでさせていただいておりますのでね、同じようなシミ汚れで困ってるんだとか、古いバーバリー持ってるんだと、で着たいんだけどちょっとシミがて着られないんだなんていう風なね方はね、概要欄にホームページリンク貼ってありますから、ぜひお問い合わせしてみてください。電話でも LINE でもお問い合わせフォームからでも何でも結構でございます。シミ綺麗になりましたね、もうどこにもシミ残っておりません。黄ばみ、輪じみ、裾も襟もね、袖も肩も脇もポッケも全部取れてます。結構肝心の傷穴なんですが、ビフォーアフターの比較で言うとですね、やっぱり多少はちょっとはこうひどくなってるというか大きくなってるんじゃないかなというふうに思います。先ほど言ったように爪楊枝の先ぐらいの大きさだったのが、例えば綿棒の先ぐらいになるとかね。でも一番ひどかった、ここはもう切れちゃうんじゃないかなと、切り取り線みたいになっていたところはですね、切れなかったです。よかったなというふうに思いました。でもね、切れちゃうこともあるんですよ。やっぱり切れないようにと思っても生地自体が相当弱くなっちゃってますしね、その弱くなってる部分にやっぱりかなり洗浄力を重視した作業をせざるを得ないので、その辺はですね、お預かりの状態を見てお客様にですね、作業内容のご説明をするとともに、その作業をすることで、こんな心配なことがありますと、リスクがありますというふうなことでね、ご説明をさせていただいてからの作業となります。生地の張り感もね、いい感じに戻りましたね。綺麗にプレスすることでだいぶ印象も変わるかと思います。あまり古さを感じさせないコートですのでね、これからも長く快適に着ていただけると思います。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。